こんにちは、広瀬真希です。チャンネルフィローをご視聴いただきましてありがとうございます。今日ご紹介するのはこちらです。じゃん。今日はニラせんべいの紹介です。こちらは信州人のこびれです。こびれというのはおやつまたは軽食のことを言います。今日はこちらのニラせんべいの作り方を紹介していきます。では材料の紹介です。本日の主役、山形県産ニラ。長野が誇る丸米産の信州味噌、薄力粉、お水。では早速下ごしらえしてきます。下ごしらえができました。ニラは一束分です。こんな感じに切りました。各家庭でお好みの長さでいいと思いますが、うちは約2センチぐらいの長さです。粉はニラ一束に対してだいたい 150g ぐらい使用していきます。はい、150できた。お味噌は大さじでだいたい山盛り2杯分ぐらい入れます。お味噌の量もお好みで調節してください。はい、お味噌を用意できたら、お水はだいたい 100cc ぐらい、味噌がダマにならないように少しずつ加えていきます。先ほど紹介し忘れましたが、忘れてはいけない和風顆粒だし、こちらも小さじ1杯入れます。では薄力粉に先ほど作ったお味噌を少しずつ入れていきます。粉がダマにならないようにかき混ぜてください。半分ぐらい。このお味噌のタレを作った器を洗いながらお水も少し加えていきます。生地のゆるさはお好みで加減してください。生地の硬さはこんな感じです。このぐらいまでお水で伸ばします。ではニラ、切ったニラを一束分を入れてざっくり混ぜます。すごくいい匂い。いつもはフライパンで焼きますが、今日はホットプレートで焼いてみます。ホットプレートが温まったら油を引いてキッチンペーパーで取りながら伸ばします。では焼いていきたいと思います。
今日は2枚分焼いてみます。生地の厚さはお好みでやってみてください。うちはちょっと薄めに焼きます。生地を伸ばし終わったらここに蓋をします。ふいん、オープン。おお、焼けているか見てみましょう。お、いい色になってます。ではひっくり返していきます。いけるかな。よっ、こっちはよし、よっ、ひっくり返し終わったらまた蓋をします。では中身を見てみましょう。オープン。いい匂い。ちょっと焼けてるかどうかも確認して、焼けてます。裏も見てみますか。こんな感じです。ほれ、おー、よいしょ。おー、では火が通っているか竹串で確認してみます。火が通っています。そしたらホットプレートの電源を切って蓋をして少し蒸らします。ふいん、完成です。できました。ニラのいい匂いがすごいです。では早速いただきます。あ、いい匂い。お味噌の匂いもしっかりします。うんうんうん、うん、ニラにもちゃんと火が通ってて、ニラの風味もありつつお味噌の味もしっかりします。おいしい。ということで、今日は信州人のこびれニラせんべいの紹介でした。皆さんも試してみてね。さよなら。おいしい、これ。